西東京ラーメンクラブ。いらっしゃい、西東京ラーメンクラブの須藤ヤジと磯丸です。はい、ということで、はい、もうすぐバレンタインですね。あ、もうすぐですね。ちなみに去年のチョコ何個買った？4814。もともとですね、ペヤンコペヤンコペヤンコ。そして本題に入ってまして、テイクスいきましょう。バレンタインに、はい、実は後楽園で、はい、あるなんか特別なメニューが来たっていうことで。何？ちょっとチェックしたいじゃないですか。バレンタインデーで、そう、なんか、まあ、バレンタインだからね、やっぱりバレンタインだけにロッテということで、まあ、バレンタインといえば、はい、どうですか、チョコレート。あー、チョコレート、チョコレートといえば、はい、ラーメンということで。ではねえけどな、後楽園にチョコラーメン。いや、そんな出たんですよ。インソヨウじゃん。あの、1月30日から3限定でやってるんですよ。へ、はい、そうなんですね。ということで、これは僕らのためにあるようなラーメン。まあ、確かに両方好き。そう、ということで、はい、今からね、チェックしに行ってみたいと思います。お、楽しみ、はい。じゃあ、行ってきます。はい。さて、3人は後楽園さんにやってきてるわけなんですけども、まあ、こちらで1月30日から期間限定でチョコラーメンというですね、まあ、一風変わったメニューがいただけるということなので、まあ、僕らも非常に気になっていたメニューではあるので、果たして美味しいのか調査していきたいと思います。入店しました。はい、はい、チョコラーメンの、うん、普通のチョコとホワイト一つずつ頼むんですけど、うん、ぶっちゃけどう、まだ食べてないけど、俺ホワイト意外と美味しいと思う。マジ？チョコラーメンのさ、ちゃんと見た目が一応ラーメンだもん。なんかこっち綺麗だよね、豚骨ラーメン。こっち見た目ラーメンじゃねえ、ガチうまいって書いてあるからね。まあね、ちょっとね、正直まだどんな味か想像できてないですけど、まあ、食べてね、見ないと分かんないから。いただきましょう。乾杯。はい、乾杯。ちょっと、チョコにめっちゃ、これ意外とチョコの味しないぞ。え、普通に中華そば、ちょっと甘い醤油の味だ。これホワイトチョコだは普通の麺だと。え、マジで見た目超チョコだけど、チョコあんま感じないでしょ。全然チョコなくて普通に美味しいチョコ。あ、もうちょっと甘いじゃん、めちゃめちゃ甘いじゃん。チョイちゃんとかな。で、なんか予想よりは甘くなくない？いや、もっとなんか、あ、確かにがっつりチョコレートの通じ、うん、そんなチョコなんですよ。ちょっと露骨じゃない、わかんない違いが。あ、でもちょっとわかるね。マジ？ちょっとビターで。ピキピキ。西東京ラーメンクラブ。はい。はい、ということで、後楽園のチョコラーメン食べてきました。はい、チョコラーメン珍しかったですね。はい。本当にね、食べやすいよ。ね、思ってるそんな甘すぎず。うん、ちょうどね、バレンタインも近いということで、多分そのチョコのメニューも珍しいから。そうです、3月までやってるみたいなんで。そうそうそう、食べたいって言ってたんですけど、ぜひお近くの後楽園で、味わっていかがでしょうか。はい、また僕らこうやって珍しいラーメンとかいろいろ調査していくんで。そうですね、はい、今後ともチャンネル登録とよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ではまた会いましょう。バイバイ、バイバイ。